夏美レイマンのガルパチミックス。皆さんこんにちは、夏美です。レイマンです。なんと今回ですね、37パチガブチャンネルにて私たちの新番組は新番組が始まりました。イエーイ。大事なところ噛んでごめんなさい。はい、気合だけは入っておりますんで、はい、はい、見逃してください、はい、その名もですね、タイトル夏美ヒレイマンのガルパチミックス。イエーイ。というわけで、まあ、タイトルがちょっと変わっているんですが、はい、このガルパチっていうのは私たち今女性2人の、まあ、演者でやっていくっていうことのガールズパチンコの略のガルパチで、ミックスっていうのはパチンコ実践にプラスアルファの要素を、まあ、足したちょっと変わった、まあ、バラエティ実践という意味合いでのミックスということになります。はい、この番組の企画内容なんですけれども、全5回1シーズンで行うんですけれども、私たちシンプルにさだま勝負でバトルをさせていただきます、うん、で負けた方は視聴者さんになんとマル秘写真をプレゼントするという。なのでこのマル秘写真をプレゼントっていう部分が今回ミックスっていう意味合いになってます、うん、そうですね、はい、そのマル秘写真っていうのがまあちょっとね、内容はちょっとまだ言えないんですが、まあ恥ずかしめの割とね、なんか割と恥ずかしめの写真でね、いろんな意味の恥ずかしさがで、世の中にも出てないような写真ではありますよね。そう、初めてね、うん、そう挑戦した、初めてねこの丸い写真のプレゼント枚数なんですが、まあ、勝敗の数に応じて、まあ、変わってきまして、うん、負けた数に応じて増えていくって感じですね。わかりますかね。うんうん、わかる。わかる、大丈夫大丈夫。説明下手くそだったけど大丈夫かな。だからお互いのファンのためになるべくたくさん写真をプレゼントしたいから、そのために頑張ろうね。確かに確かに、まあ、そういうモチベーションになるよね、どっちかっていうと。そうだよね。でなんか、うん、そうだよね、パネルがあって負けるたびにその写真の全貌が明らかになって、ちょっとずつね、どんな写真かっていうのはチラ見していく予定でございます。はい、はい、そんなわけなんですけれども、はいはい、これでさらにですね、この今日負けた方がプライベートクイズを出題します。あ、毎回負けた方にはプライベートクイズが出題されるということで、で勝者が回答するんですけど、正解するとプレゼントする写真の枚数が倍になります。あ、じゃ あのクイズは正解した方が、まあ、ファンの方には嬉しいというか、そうそうそう、まあ、正解しなきゃいけないところではあるのかな。あとちょっとプライベートが垣間見れるのもいいかなっていう。なるほど、自分で言っちゃうあんまないよねプライベートのクイズだ。まあ、確かに確かにで、ちょっと私たちにとってはね、なんかマル秘写真ちょっと恥ずかしい写真なんで、うん、まあ、それもねプレゼントというか、まあ、人に見られてしまうっていうのもありますし、なんかねこう辛い内容に見えるんですが、うん、なんと、勝者の方には、ご褒美があるそうです。イエーイ、嬉しい。なのでまあ5回で1シーズンじゃないですか、まあ、シーズンがまあ終わったらっていう意味合いの勝者ですよね。イエーイ。そうなんです、最終的なまあ勝者、シーズンごとの勝者には結構豪華らしいよ。そうなの、そう、楽しみ。そう、なんかモチベーションで、ね、それでねもうだいぶ上がっております。あーい、はい、意気込み、意気込み、負けらんないぜ3回ぐらい言ったけど、いやでもなんかいい勝負したい、はい、あ、まあね、そうだね。なんかいつもなっちゃんと実践するときはどっちかがパーンって出るみたいな。そうそうそう、結構ね2人で実践することもね多いからね、うん、その時は結構差つくよね。そう、なんか1人がダメでもう1人めっちゃ出るみたいな。1人5万負けて1人1万発以上出すみたいな、さだまえぐいことになったり結構するよね。そう、だからいい勝負して、そうだね、もうちょっとあの視聴者の方も最後までどっちどっちみたいな、開始1時間でもダメじゃんみたいなことにならないようにちょっと皆さんに楽しんでもらえるように、はい、接戦でね、なんとか頑張っていこうかなと思っております、はい、というわけで気合を入れて第1回戦頑張っていきます。
速打っていきます。私は大工のゲースさん、超伊達天のライトを打っていきたいと思います。これ私2万発過去に出しております。今日もその意気込みで頑張ります。では物語シリーズセカンドシーズンを打っていきたいと思います。1回だけ打ったことあるんですけど、結構1回打って面白かったんで、また打ってみようかなと思って選びました。頑張ります。この台はですね、U タイムが599回転通常時回したら発動するんですけれども、今日125回転でやめてあって、で多分朝一ランプが消えてたので、多分リセットされてると思います。なんで普通に125を引いた474で行くはずです。まあ、出玉は結構少なめなんで、すごいねマイルドな感じの台だけど、1万発以上出すポテンシャルも秘めている、かなり遊びやすくて爆発力にも期待できるいい台だと私は思いました。打ってみて、おっと来ました、 V フラッシュ黄色ですけどもね、十分熱い、いいですよ。テンプ打ちから大事だよな。あ、ゼロ。あ、かん、お、チャンス来たよ。パンダチャンステージ、あ、ボタンバイブ来てる、ボタンバイブ来てる、これは熱い、大当たるんじゃ、あ、もう当たりますね、これは。まあ、9テンパイですもんね。まあ5と9テンパイは後半行ったら大当たり続行なの で、 でこのフラッシュ出てる時点で後半行くと思うんで、まあ多分大丈夫だと思います。バトル後半もしくは第3ゲイリーチ、結構ねこの図柄テンパイの法則絡むんですよね、特にライト。おお、これも来てる、これも後半濃厚なんで、いやいやもうこれは嬉しい、最高パターン。赤くはないですが、まあまあ大丈夫ですよね。味方は、味方は来る、参戦参戦したモリモリすぎる。カットイン、熱すぎる、もう先輩図柄は何だろうと、もう熱すぎますね。よし、やりました、45回転目です、やりました。投資が2500円、よしよしよし、あとは入れるだけですよ。入るかどうかも この後なんですよ、一番大事なのは。本当に ここの色は青か、微妙だな、やっぱ緑以上欲しいですよね、色はね。バトル告知でやろう、500体、多分500体でほどと思うんですよね、ちょっと情報がないんですけど、まだミドルは1000体がデフォルトですけど、でボタンのチャンスアップもないし、なんかちょっと嫌だな、大丈夫かな嫌だな、なんか嫌な予感するぞ。いや頼むよ、入れたいよ、大事だよここ本当に。あっと、行くとこなかった、できました、ありがとう、でかいよこれは、
よし頑張るぞ。じゃ最高が48連かな、したことあるんですが、このライトで。それ50連行きたいな。50連行けたら最高っす。よしよし、もうスルーだけはたまにあるから、スルーは本当に悲しいから嫌です。よし調子よ、よし9ラウンドゲット。私ちょっとやっぱランプ見ちゃう癖あるんですけど、すぐ見ちゃうんですよ。で今回9ラウンドは 10% なんですよね。で割合はすごい少ないんで、もうその1回のラッシュでどれだけやっぱ9ラウンドいけるかっていう、下手したら1回も引けない時全然あるんで、まあ、早い段階で引けたら嬉しい。本当でかい。やったやったなんか、ミドルよりもなんかメーター早いんですよね一応無駄玉だけど変われ、変わんない、頼む。いきます。いやー、ダメかボタンボタン。あーダメか、9連で1回か、普通だな。まあでも16連まあまあですね、うん、まあ、やれなかったことはないというか、めっちゃすごいわけじゃないですけど、まあ、16連ぐらいできたら結構いいかなって感じはあります。なんか私パチンコ打ってる時につまんなそうって言われるんですけど、それはね間違いなんですよ。
私ほどねビーチ中にね心臓バクバク高鳴ってるやついないと思いますよ。顔に出ないだけなんですよ。全然ねつまんなそうに見えてるんだと思うんですけど、私は感情がマジで表に出ないタイプなんで、誰よりもドキドキしてるはずなんですよ。おお、キスショット出た。6割ぐらいやったはず。あーちょっと、おっ、レインボーになった。ちょっと弱いかなと思ったけど、これはもう安心。おお、早かった。イエーイ。投資3000円ですね。台の回転数173回転。まず初当たりゲット。まだ勝ったことがなくて、あっち向いた方がいい。迷いちゃんしかいないじゃん。お、なでこになった。まだこの子見たことないんだよな。あー、全然迷いちゃんばっかりや。おー、熱い。これは初めて見た。おのおのき頼む。2アイスクリーム。お、いい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 よ。あ、2択だ。これいけるやろ。ダメなの。うわ、これは。うわー、ダメだった。え、めっちゃ熱かったのに今。ラスト。ダメだ。いや、あれ外れるか。回もあったのにな、ボタンに。厳しい。あ、どうしよう。もうこれを打つ理由がもうないんだよな。とりあえず打つか。ちょっとこれやめましょう。まあ一応じゃあこれ行ってみようかな。お願いします。はい、持ち玉を持って2台目のゲンさんに移動してみました。
源さんで行こうかどうかっていうのはちょっとね、考えようかなと思ってるので、まずは打ってみます。起動します。源さんまた打ってみます。3台目この3台目の源さんがダメだったらもう源さん諦めようかなと思います。打ってみます。あ、何しよう。では中森明菜どうしてきました。まあまあ比較的新しい機種なんですけど、なんか私まだ大当たりを引いたことがないので、歴代のシリーズもそんなに詳しいわけじゃないんですけど、やっぱり、すごくねこのシリーズ通して人気があって、今回も面白いみたいなんでちょっと挑戦してみようと思います。この台は本当に普通の台ですね。ループ319のね 60% 突入のループです。普通の台のはず。先読みチャンスにしてるんですけど、他の機種に比べたら多分先読みが出てもそんなに強いわけじゃないです。保留とか変わっても全然何が熱いのかわからん。一回当てたいな、ちょっと一回当ててみてどんな感じか。あれやりたいんですよ、扉のシュンシュンってやつ。明菜さんおなじみの。白保留。順目か。もう一回、もう一回、もう一丁。お、行きました。3段階目。チャンス。次回予告、まあ8点敗ですしね、流れ的に後半行く流れではありましたが、次回予告絡んでるからな、当たってほしい。あとはもうこの後の展開次第だな、次回予告外したくないですけど。よし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 、あっち赤。まあまあ熱いの外すときもあるんで、ゲンさん来い来い来い、欲しい欲しい、これ欲しいこれ欲しい、いえー来ないの。まあボタンないけどカットインはありました。いや当たってほしい、当たってもいいんですけどね。頼む、いったー、当たった、やめます。じゃあちょっと回転率も見たかったんで、再投資というかしてます。この台に移動してきて多分30回転ぐらいしか回してないですね。うわ白か、白でしたね、超現チャレンジの時の枠の色。ちょっと怖いな。いやーお願いします。あ、やっぱりなー、なんかダメな気がしたんですよ。ダメかー、入んなかったかー、残念な方を引いてしまいましたね。しょうがない。でも初当たり結構軽いのが嬉しいですね。今一応総投資が5,500円で、球流した分あるんで、それが、まあ、3500個ぐらいですかね。なので全然まだプラスです。なのでとにかくマイナスにならないように
早い段階でラッシュ入れたいですね。1万円終わりました。うん、当てたい、当てたいよ。私はアキナちゃん当ててやる。アキナちゃんの曲で何好きですか皆さんは。私はね、ミ・アモーレが一番好きです。あの曲のちょっとような感じ、ツヤな感じが中森明菜さんにぴったりだなと思います。しかもあの曲結構キーが低くて、やっぱ高いキーを歌える人って結構いるんですけど、こういう低いキーを歌える女性ってすごいかっこいいじゃないですか。なんかそういうところも含めてミ・アモーレが一番明菜さんらしくて好きだなと思います。私もカラオケでミ・アモーレをよく歌うんですけど、声が低すぎてなかなかあの A メロのとこがむずいです。もしもーし。おーい、あ、聞こえる。山ちゃん、はい、聞こえますか。聞こえます。あ、よかった。あ、打った方がいいかな。どう？源さんね、ちょっといろいろ移動してるんだけど、うん、さっき、まあ、2回当たってる。え、すごい。そう、私中森明菜打ってるんだけど、うん、なんとも最初のあの朝物語はね、すぐ当たって、うん、でも入んなくて、うん、そっからね、中森明菜に行ったんだけど、うんうんうん、マジで何も出ない。明菜まだ打ったことないんだよな。私もね、これ当ててみたくて。当ててみたい、当ててみたい。そう、全然当たんないの。でもちょっと頑張って当てる、とりあえず。まあ、私の方が今負けてるってことだね、じゃあ。ん？私の方が負けてるってことだね。いや、え、化け物語全然ダメ、全然してないの？あ、そう、入んなかったから。あ、そっかそっか、入んなかったって言ったもんね、うん、そっか。ってことはそうだね、山内さん今負けてるね。私の方が負けてるって頑張るよ。まだわかんない、私の方が。まだね、始まったばっかだからね。3、1、9だからね、わかんないよね。だからまあ現状はっていう感じだからね。うん、頑張る。まだお互いわかんないんで、まあ、視聴者のみんなもわかんないと思うんで。そうだね、今いい勝負、いい勝負でもないけど。まだわかんないから、なんとかお互い いい勝負になるよ。そうだね、頑張る。私も一応、私は山ちゃんのファンの方のために頑張ります。はーい、じゃあ頑張ろう。頑張ろう。もうなんか最悪当たらなくていいから、いや、当たってほしいけど。今日赤カットイン、ありがとう。やりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価ボタン、ベルマークの通知登録、よろしくお願いします。